きじゃないから。学生時代ラグビーやってましたっていう人は今ラグビー好きじゃないっていう人もいるけど、不思議なのでバレーボールとかさ、そういうの昔やってたことさ、二人で初めて歩いた街へ、今日もあの街は人影少なく、思い出に浸るには十分すぎて、源氏山から北鎌倉へ、あの人同じ道のりでたどり着いたのは縁切りたら、突然に泣き出して、お願いここだけはよして、あなたとの糸がもし切れたなら生きていけない、あの日誰かに頼んで取った一枚きりの一緒の写真納めに来ました、縁切り寺。幸せでしょうか、一度だけ街でいたけれど、アジサイまではまだ間があるから、こっそりと君の名を呼んでください。人の縁とは不思議なもので、そんな君から言葉、あれから3年いろいろやってみたい、縁切り寺。例えば体験型のものとか、そういう時どうするの？